経験とは、経験とは、実際に見たり、聞いたり、言ったりすることである。そもそも観念や認識が、どのように得られるのか、ということについて長い議論の歴史がある。プラトンは、早期なのだ、とした。生徳観念がある、とする説もあった。17から18世紀の経験論では、認識の源泉はもっぱら経験だ、一切の観念は、 感覚的経験から生じるなどと考え、生徳観念を否定した。経験によってのみ得られる知識を経験値という。人間が現実世界で生きていくためには経験値が非常に重要なので、部屋にこもって本ばかり読んでいるのではなく、幼いうちから外の世界に出て様々な経験をすることが望ましいとされている。経験によって見出した法則を経験則という。 20世紀の神経科学的に経験に関連することを言えば感覚器が刺激されると感覚器の発する信号が神経を伝わり脊髄あるいは小脳大脳などに伝わり様々な反応が起きることは理解されるようになっている仕事をする上で経験は重要な要素である世の中のほとんどの職業は文字による知識だけでは 実際には行うことができないことの方が多い。テキストなどに書かれていないこと、言語化して文字や音声などで伝えることは困難な要素が山のようにあり、それを実際に体をフルに使って習得しなければならない。例えば、ハンバーガーショップでアルバイトがやっているハンバーガーを作るという簡単な作業ですら、業務マニュアルを読んだだけでは、 誰もうまくできるようにはならない。必ず、先輩の店員や、先輩のアルバイトの人に、目の前で手本となる動作をやってもらい、自分でも数十回やってみて、その間違いを、先輩の体を使って修正してもらったり、うまくいっている点を、の部分はうまくいっているが、の部分はもっと、な感じでするように修正した方が良い。などと指示してもらい、 手本となる動作も何度も何度も示してもらわないと、うまくできない。言葉ではなくむしろ、トレーナー役の人の全身を使った動作、目の動き、口の動き、音声などで、実際の手本を示してもらうことが大切になる。このように、新人に必要な経験を積ませることを、人事用語では、OJT、実地訓練、などと言っている。これとかなり関係することだが、 山本56は、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば、人は動かず。と言ったという。経営者側、マネージャー側の人間が、仕事ができる人間を育てようとする場合、言うだけでは、全然ダメで、まず、やって、見せることが一番大切で、言うはその後で、さらに当人に、当人の体を使ってさせる必要がある、と言っているのである。 経験が大切なのである。脳の活動のうち、非言語的な面がものすごく重要なのである。全身を使うことに関する記憶などの経験的な地は、身体地と呼ばれている。身体地は、本で文字を読むだけでは身につかない。例えば、刀鍛冶の仕事で、刀を土で打つ作業をするにしても、ある人が本に、 文字で書かれた説明だけを読んだだけで現場に行き、そこでいきなり、ほら、やってみなと言われても、全く行うことができない。実際に、目の前で、師匠や先輩にお手本的な動作をしていただいて、自分の目を見開いて、しっかりと自分の心にすり込んで、そしてそれによって、自分が、その動作をしているところを、あらかじめイメージが、おぼろげながらに生まれ、次に、 先輩の姿勢を真似して、自分の姿勢を整え、土を実際に持たせてもらい、手でその土の固有の重みを感じつつ振り下ろしてみて、最初は全然、イメージ通りに振り下ろせず、そうじゃない。こうやるんだ。などと、間違った動作を修正するために、何度も、師匠や先輩に、手本の動作を提示してもらったり、間違った側の手や足を、 つついてもらうことで、間違っているのにもかかわらず自分では気づけずにいる箇所を意識させてもらったりすることを何時間も何十時間も繰り返すうちに、ようやく少しずつ正しい動作ができるようになっていくわけである。刀鍛冶だけでなく、他にも料理人など様々な職人の世界でもおおむね同じである。ただし、職人の世界では一般に教えてもらおうとするな。 言われなくても、自分で、師匠や、先輩の技を勝手に見て盗めと言われている。また、教えてもらったものは身につかない。自分で盗んで、何度も何度も挑戦して苦労しつつ、自分のものにしたものしか、自分のものにならない。簡単に教えてもらったものは、簡単に記憶から消える。三日で教わったことは三日で忘れる。などと言われている。それが若い人には、 厳しすぎると感じられることも増え、一部の業界では、最近では若い人に優しくなり、言葉も並行して使って、教えるようになっているが、それでも、仕事というのは、やはり言葉では教えられないことの方が多いのである。職種によるが、多くの職業で、一人前になるには、十年かかる、十年は、経験積まないとねえとか、五年はかかるねえ、などと言われている。 新人に対して OJT 実地訓練を積ませるのには目に見える形、目に見えない形で様々なコストなどがかかる。また、経験のない人に本格的な訓練を行うのには日数、年月がかかる。すでに経験を積んだ人はかなりの短期の訓練で済ませて即戦力として働いてもらえる。よって、経営者にとってはすでに経験を ある程度積んでいる人を採用する方がトレーニングのコストを削減できて経営的には助かることになる。また短い期間で仕事ができる人を増やしたい場合も経験者を優先するということになる。よってある程度経験を積んだ人の方が採用では有利になる。経験は雇用の世界でのパスポートや通行手形のように機能する面があるのである。 よって、幸運にも経験を積む機会が得られたら、あまり目先のことにとらわれて、あるいは目先の完璧さばかりを求めて、不平不満ばかりを言ったりするようなことを止め、とりあえず経験を積んでおくのが得策なのである。何かがあり、他の企業で仕事を得る必要が生じた場合、すでにある分野での経験があることによって、他の企業でも雇用される可能性は、マスカラである。一般に、 若いうちの苦労は金を払ってでもしろと言われている。この文章の苦労は経験と置き換えても良い。職人の経験値、職人の勘、巧みの技は当人にとっても説明不可能なことが多い。製造業では機械加工をしのぐ工作制度を実現し、あるいは高性能な分析機をしのぐ分析能力を発揮したりすることがある。日本の宇宙開発分野でも この職人の感や匠の技が生かされている。近年ではこれら職人の感を何とかして理論化したり数値化することで一部でもいいから取り込んでそれによって高精度の加工技術、分析技術の一部を自動化させようなどといった工学上のプロジェクトもある。ありがとうございます。